ヒュージビジョンアゴー。どうもリッチです。今日はですね、こちらに見えますマルちゃんデカ丸辛肉担々麺を食べていきたいと思います。それでは早速湯を沸かして作っていきたいと思います。このね、辛肉担々麺の作り方なんですけど、まずはお湯を入れます。そしてお湯を入れたらば、この上にね、液体スープとレトルト調味料を乗せて温めます。そして4分経過した後にこの2種を入れて、食べる直前にこの粉末スープを入れるそうです。なのでそのようにね、ちょっとやっていきましょうかね。もうそろそろお湯が沸きますんで。はい、それではですね、お湯が沸いたのでお湯を入れていきたいと思います。このまるちゃんのデカ丸辛肉担々麺はですね、辛味噌のね、そぼろがついてるんですよ。そのレトルト調味料がこちらです。これをのせます。さらに液体スープ、こちらのね、液体スープものせていきます。はい、これで4分です。で、もう一度言いますが、4分経って食べる直前にこちらに見えます後入れのね、粉末スープを入れて食べていきたいと思います。それではですね、4分経ったので蓋を開けて調味料を入れて食べていきたいと思います。まずはこの液体スープからね、入れていきましょうか。ねえ、この液体スープがね、これは味噌だな。味噌、液体の味噌。ちょっとね、龍一がやってるだけに、綺麗に溶かしたい。これでいいかな？綺麗に溶かして入れたかった。続いてこのレトルト調味料。ここに切り口があります。こっから開けていきます。ああ、やっぱそぼろが入ってますね。これそぼろが入ってますよ。ねえ。はい。そして続いて後入れの粉末スープを入れていきまーす。はい、これで OK だ。じゃあちょっとね、混ぜていきましょう。よし。こんな感じ。ねえ。じゃあ早速ね、食べていきたいと思います。それではいただきます。さあねえ、ちょっと照明さんね、大丈夫？照明さん、ほらこんな感じ。カメラさんも大丈夫？じゃあいただきますね。で、麺はこんな感じ、滑らかでコシのある太麺です。それではいただきます。うん、絶妙な辛うまソースがいいですね。うん。で、あの花胡椒と唐辛子が入ってるらしいです。だからそんなに辛くないんですよ。滑らかな辛さ。いいね、ひき肉も入ってるからね。うん、やっぱりこのレトルトの辛そぼろ調味料ってあったんですけどね、あのちょっとぷくっと膨れたあの透明の入れ物に入ったやつ、
あれが決めてみたいですね、どうも。うん。チカッパイマカーですよ。しかし4分って意外とまじまじと待ってみると時間長いっすね。まあ、でも言われた通りに作らないとね、本来のね味がね楽しめませんから。ちょっとねこれご飯入れて食べたい。ご飯入れてみましょう。はい、じゃあねほらご飯入れてきましたよ。見えますか。ほらラーメン屋さん行くとよくご飯頼む人いるじゃないですか。うん、まあ、それと同じ感覚ですか。うん、僕はだいたいこうやってご飯を入れね食べます。なんか締めみたいな感じなんですけど、うん、チカッパイマカー、非常にいいですよ。非常に美味しい。やっぱりもうひき肉が入ってるんで間違いないですよ。うん、あーいいね。うん、おすすめ。これはおすすめ。うん、あーもう知って、あったまるこのスープね。うん、ご飯大盛りでお願いしますねなんかそんな感じ、なんかそんな風に言いたくなる感じ。うん、これはいいよ、ほんと。で、あったまるね、ほんと。これいい。もうな、これはね、間違いないですね。はい、ということでね、もうお時間となりました。もし、この動画がよろしければ、高評価、拡散の方よろしくお願いします。まだ、チャンネル登録がお済みでない方、スマホ、タブレット、パソコンでご覧の方、エンディング中、チャンネル登録できますので、そちらからどうぞ。それでは、また。さよなら、さよなら、さよなら。まるちゃん間違いなかった。それでは皆さん、またごちそうさまでした。